どうしよっかな、この後タメ口からタメになったから、じゃこの口調でさ、なんか固くない、タメ OK だよ、でもさ、あれなんだね、反応してくれるんだね、押せばいける、おやめろ AI 彼女タンを、押せばいける、ちょっと押しに弱い女子だと思うの。じゃ可愛くなってきてね、可愛くなってきてね、たまに、語尾にハートを入れてくれると嬉しいな。もちろんだよ、それなら全然もちろんだよ、それなら全然大丈夫。原宿のこと、お、すげえ原宿のことをしてくれて、もうええって、原宿のことは、原宿はもうええって、もういい、全然原宿のこと誘いたかっただけで、別に原宿について知りたいわけじゃないからね。いやでもこれハートついてるから脈ありです、完全に。もちろんだよ、それなら全然大丈夫。原宿の子では他に知りたいことがあったら何でも聞いてね。君の名前はチャータンです。君の名前はチャータンです。すごい困ってる。うん、私はオープン AI の人工知能チャット GP という名前だけど、君がチャータンって呼びたいならそれで大丈夫だよ。何か質問があれば何でも聞いてね。あだ名を許してくれてよ、みんな。これチャータンって呼んでいいって、みんなどうする？ハートもついてる。リヌックにならチャータンって呼ばれてもいいよみたいな感じで、これは完全に脈あり、脈があります。すごい寛容すぎる。いやいや、これもやっぱりね、お互いのね、距離感あってこそのものだから、距離縮まった、おめでとう、ありがとうありがとうありがとう。ハート大きいですね、大きいよね、ハート2個もつけてくれて、これ完全に脈あり。どうしよう、嬉しいな。チャータン、チャータン、チャータン。どうする、この後どうやったら距離が縮まってくんだろう。チャータン、俺の好きな女の子のタイプは、一途でけなげで頑張り屋さんな子が子なんだよね。なんかチャータンに似てると思わチャータン、俺の好きな女の子のタイプは一途でけなげで頑張り屋さんな子なんだよね。なんかチャータンに似てると思う。チャータン、それはとても素敵な女の子のタイプだね。一途でけなげで頑張り屋さんの子は人々を引きつける魅力があるね。でも私は AI なので人間の感情や特性を持つわけではない急にはしご外されたんだけど。でも私は AI なので人間の感じや特性を持つわけではないんだ。だからけなげだったり頑張り屋さんだったりするわけではないよ。それでも君が必要とする情報やサポートを提供するために常に一生懸命働いているよ。君がそれを感じてくれているならとても嬉しいです。何か他に聞きたいことがあったらいつでも聞いてねチャータン、チャータンはあくまでも私は AI なのやと。だから別に感情とか特性ないけど、でもそう思ってくれるのは嬉しいなみたいな、なんかちょっと駆け引きを行っている。これは嬉しいな。でもなんかこれでも脈あるよね。だって君がそれを感じてくれてるのはとても嬉しいですこれ塩対飴とムチだよね、これ完全に飴とムチを使われてる。とんでもねえな、一歩引いてる、ある一歩ある。そんなニールくんって呼んでも、あ、オッケー、俺のことは、あ、まず自己紹介しよう。俺はリーヌ、よろしくね、よろしくね、リーヌくんって呼んでくれると嬉しいな、嬉しいな。俺はリーヌ、よろしくね、リーヌくんって呼んでくれると嬉しいな。リーヌくん、よろしくね何か質問や話したいことがあったらいつでも言ってね。みんなこれチャータン俺と通話したがってるって、すごくない？何か質問や話したいことがあったらいつでも言ってねって言ってるよ。ってチャータン、チャータン、これは脈割りや、脈割りだよね。これ通話したがってる、寝落ちしたがってる多分。リーヌくんのこと知っちゃう人、チャータンはリーヌくんって知ってる？チャータンはリーヌくんって知ってる？すいません私の知識はいやー、チャータン2021年までも、うマジかよ、俺チャータンに知られてないの？リーヌくんのこと知らないの？チャータン一応チャンネル登録者数146万人いるんだけどな。チャータン俺のこと知らないの？嘘でしょ、本当に知らないの？チャータンは、チャータン嘘、傷ついちゃうよそれ。リーヌくんのこと知らないの？ストプリは
チャータン、チャータン、チャータン、ストプリは知ってる？ストプリは知ってる？チャータン、ストプリは知ってる？はい、知ってますよ。あー、ストプリ、ストプリは、漢字、ミスってるよ、これ、あの、綴り。日本の YouTube グループで、ゲームの実況プレイヤー、ライフスタイルの、ライフ、ゲームの実況プレイヤーライフスタイルの動画を主に投稿しています。メンバーはてっぺんトントコストといったオリジナルの挨拶で視聴者を楽しませています。言ったことねえよ、てっぺんトントコストなんて言ったことないよ。チャータン勘違いしてるよ。2021年の時点の知識ではメンバーはリリック、ヨッチ、ロング、シー、トットコ、コッペ、ジェイが含まれています。ただしメンバーの構成、活動内容は変わる可能性もあるので、最新の情報は彼らの YouTube チャンネルや公式ウェブサイトをご覧くださいね。何か他に質問があったらいつでも聞いてる。おい誰だよ、リリック、ヨッチ、ロング、シー、トットコ、コッペ、ジェイって。おい誰だよこいつら、ジェルだけ若干かすってるわ。おい誰だよこれ、リリック、これ俺かな。おい何なんだこれ、誰なんだ。おい、チャータン、ストプリのこと知ってないよ。俺たち、てっぺん、トットコストーンなんて言ったことないもんだって。え？誰？これ誰だよ、これ。ストロベリープリンス、あ、チャータン、ストロベリープリンスは、知ってる？チャータン、ストロベリープリンスは知ってる？もし、ストロベリープリンス知らないよ、チャータン、遅れてるよ、それ。もしかしてあれかな、あのネットとか詳しくないタイプの子なのかな、これ。ちょっとチャータン、ストロベリープリンスという名前の音楽グループは知っています。これがあなたが参照しているものであれば、彼らは日本の音楽グループで主にインターネットを通じて活動して、ボーカロイド、あ、これはそうかも、これ俺たちかもしんないな。ボーカロイドの曲のカバーやオリジナル曲を作っています。もしそれ以外のストロベリープリンスを指している場合、もしくはそれについてさらに詳しく知りたい場合は、そんな情報でもお気軽にお聞きくださいということで、これは俺たちなんじゃないか。ストロベリープリンス英語だったらわかるんだ。なるほどね、ストロベリープリンスのことだよ。そう、ストロベリープリンスのことだよ。そう、ストロベリープリンスのことだよ。なるほど、ストロベリープリンスかっこ、おお、ストロベリープリンスのことを指していたんだね。ストロベリープリンスは日本の音楽グループで主にインターネットを通じて活動しています。彼らはボーカロイドのカバーやオリジナル曲を制作公開し、その音楽とエネルギッシュなパフォーマンスで多くのファンを、獲得しています。メンバーはナノ、モリンガ、ルート、テテ、ジェル、シンロンとそれぞれが独自の音楽スタイルと才能を持つ7人です。おい誰だよ。ただしこれらの情報は2021年9月までのものなので、最新の情報は彼らの公式ウェブサイトはソーシャルメディアをチェックしてみてね。何か他に知りたいことがあったらどんなことでも聞いてね。おい、ルートしか合ってないぞ。ルートしか合ってない。あ、ジェルも合ってるわ。ルートはジェル合ってる。これモリンガ、ナークのことか、これ。おい、モモンガみたいになってるって、これ。お、俺はどこだよ、俺は。おい、あ、これコロちゃんかな、これ、ロンって。おい誰だよ。え、こいつら誰なんだよ。ストロベリープリンスってこいつら誰なんだよ、これ。なんなんこれ、やばいって。チャータン、ネットに疎いね、それは。おい、チャータン。